どうも皆さん、こんにちは。よしみつです。はい。6月の23日に、配信された、アンブレラコア。バイオハザードアンブレラコアをプレイしていきたいと思います。で、これ完全初見でございまして、操作も全くわかってないので、果たしてどういうゲームかっていうのも自分の中ではまだ理解してない部分がありまして、で、いろいろネットで調べたら PS4 なのに、いろいろ、グラフィックとかもね。グラフィック系統もちょっとしょぼいんじゃないのという、意見が多かったですね。さて、とりあえずチュートリアルからかな、これ。チュートリアル、一人用。じゃあ、基本訓練からやっていきたいと思います。操作も、全然知らないんで。新たな被験体はこのプログラムで適性を見る。役に立たない奴はこの訓練で死ぬことも多い。このモルモットはどっちかな？あ、でもグラフィック、そんな、悪い感じはしない。さあ、ゾンビジャマーはゾンビに気づかれずに行動するための装備。背中にゾンビジャマーを装備した状態でも、ゾンビを攻撃したり、ゾンビジャマーが一定ダメージを受けると壊れる、ゾンビを攻撃したり、ゾンビジャマーが一定のダメージを受けると壊れる。え、これ攻撃しない？ちょっと待って。これ、リーンはどうやって？ここら辺で。サウンドレーダーはプレイヤーの周囲の情報を表示するための機能です。銃声や敵の足音に反応してマップの一部が赤く振動します。プレイヤーは三角形の枠で、味方は三角形の。メインアームでゾンビを3体キルせよ。ハンドガン？メインアーム。生きてる。グレネードだ。ちょっと待って、これ。リローディン。あれ？腰並みの方が良くない？これ。リローディン。弾は無限だ。装備を切り替える。ハンドガン撃つ。リロード。オッケー。なかなかのゾンビの量。あー、でも腰ダメはやっぱ当たんないかな。あんなことないわ。こいつら。痛い！突破します。丸ボタンでしゃがみ。さらに長押し、報復。起きます。接近戦で。トゥイ！フェイ！ウィア！フレ！邪魔だ。リロードして。敵多すぎ。報復。リロード。しかも、プレイヤーは情報の他のプレイヤーに通知するための機能。え？ああ。情報が更新されるとプレイヤーの頭上にある ICON の内容が変更されます。これはあんま走らない方がいいんじゃないの？味方プレイヤーとコミュニケーションを取るための機能。使用すると頭上に、これもね、複数ゲームだね。ソロではあんまり向かないかもしれない。
あんまぶれないね。ベクターでしょ、これ。オッケー。難しいわ。おー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 、ちょっと待って。で、ゾンビを攻撃すると、そのゾンビジャマーがあっても攻撃されるってことね。超難しいな。様々な特殊アクションについて学べる。よし、行こう。どんどん行こう。とりあえずは操作だよね。応用訓練をどうこなすかで力は見えて取れる。モルモットの運命はそれで決まるのだ。もちろん被験体の行くつく先は大きな差ではないのだが。命令をすべて遂行して戦、はい。はい。攻撃さえしなければいいでしょう。カバーの状態。はい。やばい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 。だだだい！くぅ！ドアを開ける。すごいね、これ。おぉ。で？蹴り破る。いろいろ試していかないとね。ゾンビバイルで3体切る。ヒートバイルでゾンビ、え？それはいいんだけど、どうやって？あ、できた。あ、違う。こっちだ。はい、来た。うれ！うれ！うれ！で？ヒート。あ、これか。で？これで？ヘイ！え？これ違う？オッケー。次行こう、次行こう。ヘイ！ほう。はしご登り。はい、登ります。基本は×なのかな？どこの壁を？あ、こっか。忍者か。シャッターを。ごめんよ。オッケー、訓練完了。はい、終わりました。じゃあ一回ね、オンライン体制行ってみます？チームよかった。いるかな？これけっ、やってるのね、26日なんですよ。で、ダウンロード版私は、買ってるので、あ、これ初期キャラクターですね。世界のプレイヤーと対戦できると。武器はベクター。自由な設定、あ、違う違う。武器のセッティング。あー、いいね。3点バースト。近距離の絶大なショットガン。
威力は低め。あー、武器の種類も結構、あ、レベルが。まあ、ベクターでいいんじゃないですか？普通に。個性的な外見を残したまま内部異常モデル。その結果、現在十分戦うのか。いや、個人的にはリボルバーがいいっすなぁ。デザートイーグルあるね。あ、もちろんカラーも変えれるんだなぁ。はい。あー、なるほどね。で、こういうのもね、なんかダウンロードコンテンツの、その、なんだろう、シーズンパスみたいな感じのやつもあるんでね、それをちょっと私は買いました。かっこいい！ここら辺も、あ、変えれるんだなぁ。はいはい。でもここら辺はあまり変えない方がいいんじゃないのかと。まあ武器もんで、レベル上がっていくと多分、装備解除が。衣装設定。カラー変更。わかりにくい。ダサいですね、なんか。ああ、なるほどね。ここら辺で、ああ、なるほど。こういうのが、決めれますよっていうことですね。ね、これ。ちょっと後ろ向いてくれる？これを設定したらどうなるの？ああ、はい。そういうことね。なるほどね。これもまたね、いろいろ、経歴？ああ、もうすでにや、レベル72とかすでにいるんですけど、何なんでしょうね。まあ、とりあえずやってみましょう、一回ね。3対3。3対 3？ じゃあ、チームデスマッチ。よくわからねえけど制限時間3分すぐ終わるんじゃないかと思うよね。ロビー検索中でございます。レベル72ってことは、あ、外人さんがすでに。おはようございます。え？多分外人さんだと思うんですよね。んで武器の経験値があるわけですね。じゃ、とりあえず、どこでもいいっすよ。ステージ、わかんないから。とりあえず。あ、でもみんな1だよね。でも経験値たまって、まあ、やってみないとわかんない、ほんとに。みんな一緒全員一緒の人みたいな感じになってるから。まあ、どんだけの、この実験ではチームの総合力が試される。小さな舞台は一人一人の価値が重大だ。少しでも生き残ることが勝利につながる。まだゲームのホーム室として、その、打つときは AM が、何これ？あー、みんなの武器も入れるんだ。さて。どこら辺についていこうか。ビビ、いやー、びくしょー。ビビさんについていきます。
多分ね、これ、レインボーシックス。あ、マジ？いた？おー、早っ！強っ！レーダー見てないと。ね、これ。ちょっと待って。いないね。あ、これなかなか33だからね。クリア。オッケーオッケー。固まって動かないとダメだね。オッケー、後ろは任せろ。ウォービ君、ちょっと待って、ゾンビがいるから怖いね。ウォービクリー、大丈夫？オッケー、倒した！倒した！よーしよしよしよし。だ、味方が。だから基本、なんて言うんだろう、3、3で動いた方がいいっていう。しかもなかなか死なない、思った以上に。これ多分接近じゃないかな、基本的な戦いはね。やっぱエイムした方がいいかもしれない。BB さん、BB さんについていきますよ。BB さん。気をつけろ。レーダーを見て動くわ。は？オッケー。一人倒した。マジか。多分下の階にいるんだなぁ。いたどこ行った？ああ、怖い。あれ、仲間復活させたりできないのかな？あ、リスポンできないって言ったもん。うわぁ！マジか！やるじゃないか。あと一人だったか。びっくりした。すげえ、レーダーがすごい見にくい、このゲーム。くそー。許さん！これね、なかなか、サクサクいくので、あんまり、ね。オッケー。おうおういきなり何？ショットガン試し撃ちか。多分ね、出てくるかと思う。下は見とくわ。いや、ちょ待って、やっぱやめよう。危ない。上登っていった方が安全だな。オッケー、中入ってくよ。リーンはできないみたい。オッケー、倒した。怖っ、いきなり出てきた。ちょっと待って、怖すぎる。
いないね。上か。ナイス！ちょっと待って。また俺だけ。うわぁちょっと待って。これ超難しいな。てかね、あの味方がゾンビ犬にやられた。味方がゾンビ犬にやられるというね。やばいね、これ。なかなかですよ、このゲーム。よし、行くか。もういいぜ、一気に行こう。意外にね、ちょっと子守気味の方がいいんじゃないかな。レインボーとあんま変わんねえな。一人やられた。これ次負けたら終わりだからな。マジか。二人やられて。あのね、ダメだわ。難しいっす。このゲーム。いやー。本日は3キルと。いや、でもまあ、いいんじゃないでしょうか。まあ、ぼちぼち。でもまあ、ちょっと試合のその展開が、すごい慣れるまで、その操作性も含めてですね、慣れるのはちょっと大変かも、知れません。ので、まあ、でもまあ、面白くないわけではないと思いますのでね、ぜひ皆さんも買って、楽しんで、行きましょう。最後までご視聴ありがとうございました。では、次回もお楽しみにまたねー。